伊集院静香シス。享年73歳。11月24日に亡くなったことを妻である篠ひろ子さんが公表。独自な思想を数々の作品に残した彼、浮き名を流した過去もありましたが、最初の妻夏目雅子さんとの結婚死別は衝撃的な出来事でしたね。それにしてもまたも早すぎる有名人の死。今年は何か変な感じがします。謹んでお悔やみを申し上げます。